あげてくぜ。遊んであげるよ。結構調子いいかも。見せてあげる。吠えるね。やる。脇が甘いな。さあ、行くぜ。悪く思うな。セイ。俺の番。まだまだ。どうだったな。懐かしいな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。万全だね。思い出す。アドレス変えるわね。いらっしゃいませ。
いただき、ごちそうさま。ありがとう。うん。おお。邪魔すんじゃねえよ。後悔するなよ。エモいぜ。やめろ。ふざけないでください。よし。
俺の番か。人生これだ。大人の渋みが出てきたぜ。いけるな。うまいな。うまいな。これはうまいよ。悪くねえな。ぶっ潰してやる。楽しませてもらうよ。やるか。
脇が甘いな。さあ勝負だ。ここは任せて。もうギブアップ。さっさと来い。ここで決める。行くぜ。終わらせる。楽しませて。やりますか。終わらせてやるよ。わたしの番。てめえ。相手にならねえな。あったまってきた。いけーの覚悟してよね。私の番。ここは任せて。見せてあげる。よく吠えるな。俺の番か。悪く思うな。俺の番。行くぞ。やる。結構調子いいかも。やっ。行くぜ。やめてくれよ。やりますか。いいの。私の番。ここはまた勝つよ。東京だけは買ってやるよ。よいしょっと。いらっしゃいませ。肉もいいけど海産物もいいよな。本来はイカがうまいんだ。確かに食感がいいな。こりゃうまいや。そんなみんな大好きイカですが、実は宇宙から来た説があるんだよ。宇宙人？どういうこと？あれだろ、昔の映画やアニメに出てきた火星人に似てるからとかだろ。いやいや、ちゃんと学者が研究して出した一つの仮説さ。体の大きさに対して脳が大きかったり、神経細胞がたくさんあって、その大半が足にあるんだって。だからそれぞれの足が独立した制御コンピューターになってて、同時にバラバラの作業ができるらしい。それなら俺だって右手と左手をバラバラに動かせるぜ。張り合うな張り合うな。地球にいる生物とは違う構造が多いから、昔宇宙からやってきたとか、隕石の氷に入ってたウイルスのせいで進化したとか言われてるよ。そう言われると確かに違う世界の生き物に見えてきたわ。お前は本当にそういう話が好きだな。どこから仕入れてくるんだ。さっきそこのコンビニで立ち読みした雑誌に書いてた。面白いでしょ。それ聞いたらやっぱり同じ世界の生き物に見えてきた。案外単純だな、さっちゃん。
まあ信じるも信じないもあなた次第ってやつだね。俺はうまけりゃ宇宙さんだろうが地球さんだろうが構わないけどな。多様化の時代ってやつっすね。これもそういうことなの？ごちそうさま。ありがとうございます。
やっちゃう。よし、とっておきの技味わってもらう。立て直さないと肩をつけよう。おう、一発で決めるよ。当然だ。ここはお願い、キリュウさん。やるか。声張っていくよ。いつでもいいぜ。ありがとう。感知した。手加減はなしだ。寝てろ。もうまだ強くなれるか。格が上がったね。懐かしいな。そんなことあったな。エモいぜ。そういえば、思い出す。
楽しませてくれ。本気的だよ。調子がいいぞ、私。やだ、うってっ、はあ、結構調子いいかも。そんなことが。調子出てきたぜ。東京だけは買ってやるよ。今年東大に合格した。負ける気がしねえな。ポケサ、ここはポケサースタジアム。カムロ町にまた復活していたのか。ポケットサーキット、略してポケサ。ポケットサイズのマシンを使って速さを競う奥深い遊びだ。俺もかつてはこの場所でポケットサーキットカムロ町最速を目指していたもんだったな。当時は子供たちに混ざってがむしゃらにレースをしたり、当時実況していたポケサーファイターとはなんだかんだ長い付き合いになった。尾道で再会して以来会ってないが、元気にしてるだろう。もううるさいな。好きにやらせてよファイター。でもそのカスタマイズじゃダメなんだってば、小次郎くん。このカスタムタイヤに変えた方が車体も滑り、ほら騙されたと思ってやってみな。嫌だよ、今のタイヤが好きなんだもん。色が紫。色って、でもそれじゃ速くならないし、コースアウトしちゃったら。もううるさい、ファイターなんて大。もういいよ、他の公園で作ろう。うん、行こうぜヤス君。ああ、まだ話は終わってない。まったくもう。さてと、片付けないと。うわあ、あ、すみません。おお、ゴーレムタイガーか。え、知ってらっしゃった。ああ、よくここで遊んでたんだ。ポケサーファイターと一緒にな。え、僕、ポケサー株式会社でポケサーファイターをやっている村中と申します。俺はポケサー界隈ではカズマと名乗っている。カズマ君ですね。よろしくお願いします。カズマ君はいつからポケサーをやっているんですか？バブルの頃からだから、今から30年近く前だな。おお、第一次ポケサーブームですね。その時に生まれて体験してみたかったな。めちゃくちゃブームだったって聞きますもん。そうだな、確かに国民的ブームだったかもしれない。この街からもポケサースタジアムはなくなったと記憶していたが、また復活したんだな。ええ、一度は廃れてしまったんですけどね。最近リバイバルブームが起きて、また全国的に人気が出始めてきていまして、そこに来て少し前に新しい社長が就任したんですが、これまたポケサー愛がすごい人で、かなりのやり手なんです。メディアミックスとかを積極的に行って、ついに小学生や中学生を中心に一大ポケサーブームを巻き起こすことに成功したんですよ。ほう、そういうことか。で、なんであんたはポケサーファイターに？それはもちろん、ポケサー、ポケットサーキットが好きだからです。僕が小さい頃はちょうどポケサー人気に陰りが見え始めた頃だったんですけど、僕は大好きで、小学校から帰ったら毎日毎日カスタマイズ、少ないお小遣いを一生懸命貯めて
なんとか最速のマシンを作ろうと思って、学校には友達が全然いなかったんですけど、ポケサーをやっているうちにポケサー友達が増えて、本当に楽しかったな、あの頃は。そうか、だからポケサーファイターに。はい、友達がいない僕にポケサー会場で気軽に声をかけてくれたのが会場にいたポケサーファイターで、ファイターは他の子たちと引き合わせてくれて、そのおかげで僕は友達が作れたんです。だから僕も昔の自分みたいな友達のいない子たちを助けられるような、励ませるような、だからポケサーファイターに。強い意志があるんだな、かっこいいじゃねえか。でも実際になってみるとなかなか難しいですね。僕はポケサーの知識は誰にも負けない自信があります。だからその知識を生かして子供たちに最強のカスタマイズを教えて支えてあげたいんですけど、なかなか距離感がうまくいかなくて、嫌われてばかりで適性がないんですかね。もう30だし実家帰った方がいいのかな。何がおかしいんです。いや、ちょうど30年前にお前と似たように悩んでいるそいつとはたくさんポケサーをやった。ヤスとの思い出はいい思い出。最近会えていないが今でも俺の大切な友。そんな人がいたんですね。ああ、子供からも愛される立派なファイターだった。だがそんなあいつも当時は待遇は安い時給のアルバイト扱いだし、年齢も30歳。その人はどうなったんです？結局ファイターを続ける道を選んだ。あいつはポケサーを愛していたし。子供たちの愛か、羨ましいな。僕も子供たちから好きになった。お前は子供たちがお前に何を求めて。そりゃ僕はファイターだしポケサーのことをいろいろ教えてほしいと思ってるんじゃないかと。確かに知識を与えるのもファイターの大事な仕事かもしれない。だが子供たちが一番お前に。え、お前はさっきポケサーファイターへの感謝を語った。早いマシンの作り方を教えてくれるからファイターに憧れたのか。言う通りにしてたら試合に勝てたからファイターに感謝してるのか。それは違います。僕がファイターに感謝しているのは、友達のいない僕に寄り添ってくれたから。それが分かってるならお前がファイターとして子供たちに一番やらなきゃいけないことは、もう答えは出ている。カズマ、そうですね、僕間違っていました。ポケサーは速さを競う遊びだけど、ポケサーで一番大事なのは勝敗でもない、一番大事なのは友達の中。そんな当たり前のことも忘れて僕は。そりゃ今からでも。はい、僕さっきの子供たちにもう一度話してきます。今度は速いマシンの作り方だけじゃない、ポケサーの楽しさを。あいつらも待ってると思うぜ。ありがとうございます、カズマ君。それじゃ。懐かしいな。
後私の力を楽しみ見せて差し上げよう。やるか。どこで仕留める。さあ、そう、うわっ、うひょう、ここは任せて。ここで決める。俺の番か。悪く思うな。やりますか。まだまだ悪くないし、まだまだ強くないよ。またいい男になっちゃった。いらっしゃいませ。なあ、ラッキーセットってさ、何歳まで注文していいと思う？ラッキーセット、ハンバーガーにゼリーとおもちゃがついた子供向けのセットメニューですね。キャンペーンの時だ。お子様ランチみたいなものか。どうした、童心に帰りたくなったのか。ちげえよ。ただ今やってるラッキーセットのおもちゃが昔読んでた漫画のやつでちょっと懐かしいなと思っただけで。ここのお店は特に年齢制限ないわね。気になるなら頼んできたら。さっき残りわずかって張り紙してあったし。何何、いい年した大人がお子様ランチを頼むのがおかしいとか。気にせず買えばいいと思うよ、ナンバちゃん。ガキ扱いすんじゃねえよ。余計頼みにくくなんだろうが。欲しいと思うんだったら注文すりゃいいと思うぜ。ただそのラッキーセットとやらは子供向けなんだろ。本当に欲しい子が買えなかったみたいなことになるのはいただけないと思うがな。分かってますよ。おい、残り1個だそうだ。頼むなら今だぞ。あ、親子がレジ前でなんか迷ってる。どうするの、注文するの。売り切れだって。終わったか。偉いぞ、よく我慢できたな。今度ゼリー買ってあげるからね。だからガキ扱いすんじゃねえって。ゼリーはもらうけど。もらうんだ。ごちそうさま。さま、ありがとう。思い出せ。こいつは重いぞ。目立っちゃおうかな。よく吠える。力の差を見せて。無駄だ。勝負あったな。ずっと倒せなかったんですよ。いらっしゃいませ。ごちそうさま。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。いつ食っても牛丼はうめえな。超特盛りでもペロッと食えちまう。うまい安い早いってな。俺も昔から世話になりっぱなしだ。おなじみのキャッチコピーだけど、3つ全部達成するのって大変よね。だな。それをしっかり体現してる名コピーだ。俺にもそういうの欲しいな。例えば？早い、強い、すごいとか。最後適当になってない？あと早いって何が？足とか。足速いとモテそうだろ。足速くてモテるのは小学生までよ。てか、なんちゃんが走るの速いイメージってそんなにないんだけど。まあ実際速くもねえしな。じゃあ却下。ちなみに桐生さんだったら？強い、渋い、エモい。なんでお前は最後いつも適当になるんだ？なんだ、エモいとは。心打たれるみたいな時に使われる若者言葉ね。エモーショナルのことだと思うけど。ああ、そういう意味だったのか。お前は知っとけ。ちなみにこのうまい、安い、早いは時代によって順番が違うらしいよ。昔は店に入って体感する順番で、早い、うまい、安いだ。その後うまいをもっと追求して順番を変えて、うまい、早い、安い。へえ、そうなんだ。ちゃんと時流に合わせてるのね。ああ、エモいぜ。早速使いこなしてる。ごちそうさま。ありがとう。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとう。おい、どうした？発作が。分かった。また救急車はダメだ。金のことは後だ。今は自分でも、もし借金取りに見つかったら今た、うん、おい、じゃ救急車がダメってんじゃ他に手がねえ。とりあえずどこか見て。いや、しかしこんなカムロ町の繁華街に都合よく病院。待てよ。そうだ、エモトイン、カムロ町一の名医だ。ここの先生と初めて会った。ホームレスだろうが不法滞在の外国人だろうが全く頭が下がるぜ。今でもまだ。おい、待ってろ。今医者を呼んでくるからな。会社の社長に抜擢されたのね。江本先生、我が来てくれるか。休館が。あ、江本先生。私が江本よ。父のことを言ってるなら外出中。もうすぐ戻って。じゃああんたは。おしゃべりしてる暇があるなら休館とは言えないんじゃない。どんな状況？患者は動かせそう？ホームレスが発作で倒れたんだ。下にいるが救急車は。了解。よくあることなの。悪いけど運ぶのに手を。もう大丈夫なのか？ええ、大丈夫。
彼は父が見ている患者で時々発作を起こすの。おかげで助かった。そうか、ならよかった。江本先生は今もお元気で。どうかな、最近少し老けたかも。あなたは父にかかってた方？いや、そういうわけで。どうしたんだこいつは。何があった？発作を起こして倒れてたの。お父さんがあげた薬を切らしたみたい。そちらの方が呼びに来てくれたおかげで大事に至らずに済んだ。そうか、助かった、ありがとう。目を覚ましたらこいつにもちゃんと。いいんだ、それには及ばない。お父さんのことを知ってるみたいだったけど。いや、知ってるというか噂で聞いただけで。へえ、いい噂？それとも悪い噂？いい噂だと思う。そいつはありがたい話だな。今は娘さんと二人で。まさか、ここは俺が一人でやってるんだ。あとを継いでほしいと頼んだわけでもないのにな。確かに頼まれてないけど、父が何を言おうとこの院は神室町に。逆にもういつ引退しても結構ですよと言っても、父が頑固に居座り続けて。何か。いや、失礼。もしかしたらあんた昔の知り合いだった。そういえば何年か前に死んだはずだったよ。彼は神室町じゃで。そう。その声にも聞き覚えがあってな。でもやはり人違いなんだろう。でなきゃあいつが何年もどこかで死んだふりしてたってことになっちまう。あいにく人違いだ。だが昔はよく神室町に入り浸っていたよ。金と女が全ての好ましでただ一人、持たざる者に手を差し伸べてくれる。いろいろと尾ひれがついてるな。ま、名医ってとこだけは。二人とも奥歯に何か挟まってるの？なんだか私はお邪魔みたい。いや、そういうわけじゃ。ちょっと一休みしてくるからごゆっくり。頼もしい後継者がいて心強いな。あんたの背中を見て育った先生だ。一目見ただけで頑固そうなのがよく。ああ、一度言い出したらもう人の話は聞かん。だがああいう性格でなきゃこの医院を続けていくことはできんだろう。患者たちも俺みたいなジジイよりも娘に治療される方が嬉しいと見える。いつになったら隠居するんだって最近はよく聞かれるよ。さすがに。ああ、おかげで死ぬまで医者でいてやろうってガッツが湧いてくる。恩知らずの患者たちにまだまだ衰えてないところを見せ。会えてよかった、江本先生。医者の立場として歓迎するわけにはいかんが、必要な時はあんたもまた来るといい。もし何か隠し事があっても医者は患者の秘密を守る義務がある。安心。わかった、その時は当てにさせてもらうぜ。時代は変わり、東条会さえもこの町からなくなったが、あんたにはかなわねえよ、江本さん。